はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はイベントクイズスタジアムが来たということで、クイズスタジアムの攻略法を解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずクイズスタジアムがどんなイベントかというと、 V ロード試練チャレンジカップで試合を行い、挑戦ゲージを貯めていきます。挑戦ゲージを消費してプロ野球プロスピ関連のクイズに挑んでいくイベントです。クイズの挑戦回数に応じてデイリー報酬、得点に応じて宝箱報酬がもらえます。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、走る必要はあるかに関してです。このイベントでは試合をすることで10、活躍ゲージで10の合計20の挑戦ゲージがたまり、挑戦ゲージを30消費することでクイズに1回挑戦できます。他の育成系イベントと変わらないように見えますが、1日10回の挑戦回数の上限が設けられており、走ったとしても挑戦ゲージが溢れるだけなので自然回復で進めていくのがいいでしょう。続いてポイント2つ目、報酬を回収するために必要な試合数に関してです。1日10回クイズに挑戦できればいいので、1日あたり合計300の挑戦ゲージを稼ぐ必要があります。自走車をミスなくこなせば15試合で回収できる数字ですので、多少ミスをしても自然回復は余裕と言えるでしょう。クイズの挑戦回数リセットは昼の3時となっています。続いてポイント3つ目、クイズはなるべく早く回答しましょう。クイズは1回あたり5問用意されており、1問100点の500点満点となっています。クイズでもらえる点数としては、3秒以内に正解が100点、7秒以内に正解が80点、20秒以内に正解が50点、時間切れ不正解が0点となっているので、なるべく早く回答した方が高得点を狙えてくるでしょう。また得点報酬のノルマはご覧の通りとなっており、金の宝箱は450点必要となっています。基本的には3秒以内に正解を3問、7秒以内に正解を2問作ることを意識しましょう。最初の3問で100点を出せば、あとの2回が楽になると思います。ラッキーチェンジが発生しない限り、金の宝箱しか S ランク契約書のチャンスはないので、積極的に狙っていきましょう。そして裏技として、400点の状態で5問目にわからない問題が来た場合はアプリを落として中断しましょう。回答中にアプリが中断された場合、正解した際の得点は50点となっています。アプリを中断すれば正解を調べる時間はいくらでも確保できますので、ほぼ 100% 正解できると思います。450点で金の宝箱の条件に届きますので、有効活用していきましょう。続いてポイント4つ目、クイズ王子のアイコンが欲しい方は、わからない問題が来たとしても3秒以内に回答しましょう。クイズ王子の獲得条件としては、パーフェクトの回答率が 80% 以上となっているので、グレート以下で正解したとしても意味がありません。わからない問題の場合はギャンブルでいいので、3秒以内に答えた方がアイコンのチャンスが出てくるでしょう。ちなみに過去に一度このアイコンを獲得している方は2つ目がもらえるわけではないので、意識する必要はないでしょう。続いてポイント5つ目、デイリー報酬に関してです。初日の報酬をまとめると、13エナジー S ランク契約書の補助券、ゴールド契約書、 B ランク特訓コーチ2枚、1500ストック経験値、試練チケット、1000スピメダル、1500コインとなっています。毎日3時に報酬内容が更新されるので、しっかりと全て回収するようにしていきましょう。続いてポイント6つ目、イベント期間中は V ロードと試練のどちらを優先するべきかに関してです。24日から経験値 1.5 倍が選択可能となっているので、火曜日まではスタミナ回復で試練、水曜日以降は経験値 1.5 倍で V ロードをおすすめします。試練アイテムが足りていない方、育成を急いでいない方は水曜日以降に試練でもいいでしょう。ちなみに自分はまずはチャレンジカップを終わらせて、その後に試練を回る予定です。参考にしたい方はしてください。続いて前回からの変更点に関してです。具体的な内容は記載されていませんが、クイズ内容の見直しが行われたみたいです。新しい問題なども用意されているかもなので、楽しんで回答していきましょう。実際に何度かクイズの方に挑戦していきます。ということで、実際にクイズスタジアムの方に挑戦していきたいと思います。お願いいたします。さあ1問目、あ、ちょうど説明が出ますね。1回で出題されるクイズは5問、早く回答して正解する、まあ大体ね、解説した通りの内容となっていますね。ということでやっていきます。パシフィックリーグはカープが所属していません。まあ3秒って言ってもね、意外と時間があるので余裕を持って回答していきましょう。第2問、誘いやすいのかな。そうですね、これ迷った場合は丸がね、正解なことが多いので、まあ、迷った時は丸×問題は丸を選んでいきましょう。3問目、源田選手はこっち、まあ、プロ野球ファンの方はね、この AB 問題が来たらね、ラッキーぐらいに思うと思います。これがサービス問題です。さあ第4問、大瀬良選手は A、まあ、球団でそもそもね分かるっていう方はもうカープでね、大瀬良選手って選択できたりするので、やっぱ AB 問題は楽だと思います。さあ第5問、
福岡はソフトバンク。まあ、最初の駒はね、最初に簡単に設定されてましたかね。ということで宝箱が金の宝箱になって、このように報酬がもらえます。クイズスタジアムの攻略法に関しては以上となります。進め方は把握できたでしょうか。試合をこなしてクイズに答えるだけの簡単なイベントですので、初心者でも報酬を回収しやすいイベント内容となっています。しっかりとこなしていきましょう。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて e ベースボールプロスピエースリーグの応援大会のページができています。あと少しで応援受付が始まると思うので、見逃さないようにしておきましょう。報酬としてはご覧の通りとなっており、クライマックス日本シリーズでの予想が当たるとかなり美味しいエナジー数がもらえますので、積極的に応援していきましょう。正式に応援大会が来た際に再び動画の方で触れていきます。続いては久しぶりの特集の方を行っていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、鈴木誠也選手です。鈴木誠也選手はすでに特集を7回行っており、目当ての能力が上がっていません。守備適性の方を B にするとリア対面でかなり大きいので、なんとか決めていきたいと思います。ということでやっていきます。本来特殊は割に合わないことが多いので、 S ランク特殊コーチの場合は特殊コーチ2枚揃ったらやることが多いのですが、シリーズ2は少しでもオーダーを仕上げたいという思いもあるので、多少の B ランクを今回は消費していきます。さあということで特殊コーチを選んで B ランクの方を3枚選んでいきます。さあということで、このような組み合わせで特殊の方をやっていきたいと思います。お願いいたします。よいしょ。ちなみにね、特殊コーチの方は今月分の交換は終わったので、次に特殊ができるのは来月となります。なのでなんとか守備 B になってほしい。ということで、まあ、肩が S、 まあ、肩 S もね見栄えが良くなるので、これはこれでいいでしょう。続いて契約書に関してです。何日までの契約書が完全移行に間に合うかの質問が多いので回答していきます。この動画を見てる時間帯もそれぞれ違うと思うので、確認方法としては23日の3時以降に残り2日以上の表記であることを確認してください。逆にその時点で残り1日の契約書は間に合いません。契約書の日数の後ろには残り何時間というのが隠されており、1日を切ればその表記に切り替わるので、そこまで深く心配する必要はないでしょう。ただ完全移行のメンテナンスが伸びた場合は契約書の保証はできませんので、そこら辺はコナミさんの優秀なメンテナンスに任せておきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も動画を出す予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。